审视大概一分钟。绅士们、女士们，大家好，我是上上直播，今天是星期三，所以是你好，恭喜！今天他挑战这个自制米制咖啡牛奶。其实，咖啡牛奶是在日本最受欢迎的饮料之一。好，那么怎么做这个咖啡牛奶呢？恭喜三，给我们看看。各位观众，晚上好，我是今天参加了朋友的婚礼的宫崎骏臣。不好意思，我今天有点喝醉了。好，今天我给你们介绍一个实验，就是尝一下。友達の結婚式に出席して、まず最初にビールを3杯飲んで、それからジンを3杯飲んで、それからカルーアミルクを1杯飲んだ後でのワインを1本開けました。そしたらね、もうね、出席してる人たちと一緒に何かを喋らずにはいられないんですよね。わかりますか？そう、僕今日酔っ払ってるんですよ。今日結婚式に出席してね、友達のね。そして、まず最初に会場に着いてから、まずビールを3杯飲んだんですよ。その後にね、ジンを3杯飲んでからのカルーアミルクを1杯飲んだんですよ。そして、最後にダメ押しのワインを一瓶開けたんですよ。そしたらね、もう楽しい。おい、宮崎、シューハオだカフェ尿ないな。作れよ、飲めよ。に、真摯だ。真摯マダオは、まるでダメなおっさんだマダオに、知らんま。あなたがビール3杯飲もうが、ジン3杯飲もうが、その後にカルーアミルクを飲んで、その後にワインを1本あげようが、軍官長は覇王軍師に、知らんま。なんかもう今日で完全に新しいキャラクターが出来上がってしまいましたね。ふぅ、ズイラだ、ゴンチ、二面、シブシファン、ターナ。好吧。那没办法，最后跟我一起试试日语吧。今天的日语是这个：ダメ人間。ダメ人間。ダメ人間。これは今日の宮崎さんみたいに全然ダメな人間に対して使う言葉です。好，那今天就到这里。听完之后，我的微博、微信还有这个频道，啊，もう宮崎のはいいです。那明天见，拜拜。